逆に苦しいか。逆にブユリルさんがミヤさんとモンスターさんたちに 1v2 を挑まれている。シュンシャンさんがなんとかカバーしに来る前にミニスコントロールうますぎる。完璧。トガヘリよりも回復が尽きるのが早そうや。ここは小松さんたちもうますぎる。125カウンター、持っていけるかもね体力。さあただバイキンさんにうますぎる M、 さらにカウンターワンチャン、頑張ってほしい。いやですね、目立ってるやろうからな。うまい80カット。さらに下から、ここは鉄壁張ってはいるものの、さあ階段も取っている。落とし込み、うますぎる。相手の進行の後ろ入っていくか。さあここ張っていく。さらにワンボックスディスコントロール倒していく。進行していってバイキンさんも倒している。さあ後ろからミヤさん、モンスターさんを SMG で、さらにクワで押していくか。相手の進行をうまいこと使って入っていけば惜しいが、さらに側面から今度違う方向から打っていきましたね。これは逆に気づかないか。さあそしてダウンタイム打ってきたが、これには気づけない、惜しい。さあウィキシーさんがまたクローザーさんに、いやーこの鉄壁はうまい。ただ後ろからもう一度SMG で入り込ませてほしいが、意外と入り込めない。やれば間に合わない。ここは相手が握りますね。まだリフレッシュができない。悪くはないが、ほとんど建築を入り込んで進んでるんで、資材の消費はあまりないですね。200ぐらいしか消費してないんじゃないか、さっきの人。プラスでスパイダーマン、まだまだ進行できてますね。さらにジャンプカットが落ちているが、150カット、うますぎる。さらに SMG でトゥースさん落としていく。何が見えているんだ。さあ今度は資材を渡すことなく、イッテシーさんがサブ進行、丁寧に前に前に伸ばしていきますね。ものすごい高いですね、ハイグラウンド。ただここはもう資材がないか。さらに崩して、これはハイグラ、崩しはしたが上りはせず、クローザーさんの進行をやはりメインに考えてますね。さらにここから SMG 当てていく。さらにクローザーさんも削って倒していったか。さあここで角が入って体力回復。さらにバイキンさんがアンチがい、これは落としきれるか。クローザーさんが落としていく。さあまたウィッチさんが前に前に進行して、資材こそ置きしかないものの、意外と進行もしっかりとできるぐらいの資材保ててますね。撃破は取れてるけど、アイテム取ってるシーンは少ないけどね。やはりスパイダーマンもあってか、温存できてるものをふんだんに使って、残りは5チーム8名。リフレまであるか、うますぎる。屋根も床に入れているが、ここは倒しきれず、一旦落ち着いて。さあ、クローザーさんのデカポを飲む時間はないか。後ろから90カット。うまいですね。しかも方向転換をして違うチーム狙い始めるが、ここはウィッケシーさん資材がない。さあ、ここ下に落ちてる資材もないし、あとは平歩き。正面はハルキオさんと M さんがローグラウンド。ただローグラウンドは2チームなんで、ハルキオさんたちがピーターパンさんたちと戦うタイミングで入りたかったがハイグラウンド。高すぎる。ファイジーさんとポーティキさんがものすごい高い位置から MK を差し込んで、この距離のハイグラウンド上からヘビーショットが打っても100ぐらいカットできるからな。当てていく。さらに MK も OEM。M さんは資材がない。ここはしっかり倒しきって、ロシアのデュオが12撃破で勝っていく。逃げてきたが、これは苦しい。入ってくる。シンプルに入ってくるが、カウンターでショットが当てて割っていく。さあどうだ、サージは余裕。あるのか、1v2 からさらにまた違う 1v2 が始まってしまうが、ワンチャンレクリアさんのデュオ落とすことができる可能性ありそうな体力してますね。順位は望み薄なんで、ここで撃破1撃破3ポイント、合計6ポイント取れたら嬉しい。さあ後ろから SMG 差し込んで、あと1点。これはストームで落ちるんじゃないか。さあ間に合うか、いや間に合わない。包帯は間に合わない。皆さんが1撃破粘り切って倒して、さああと 1v1。 ただここも丁寧ですね。相手がミスるところをしっかりついていきたい。SMG の弾はあと40発。壁は取れてないが、しっかりまずは角入れて、資材は取られたものの、ここでカウンターの SMG ただ読んでいる。しっかり丁寧に距離感を保ちながら、体力は有利ですね。資材を取って、さあいやーそんなにない。入ってくるが、もうここは武蔵さんも同じ場所でハイドしているが、さあ割られた。ルースさんがかなり苦しい。ここ難しいカードをうまいこと高カット。さらに SMG で、いやーギリギリ倒せない。ミスと不利だが、ここはレティクルを絞ってダメージをしっかり出していく。ここの体力、ツイーさんの方が圧倒的に体力は持ってますね。さあ出てくるところ、エイムをゲームしながら、ただ上にはブユリルさんの姿が見えるか。飛んでくる。さあここブユリルさんじゃないか。いやこの漁夫は反応してきましたね。ツイーさんはすかさず逃げたいが、武蔵さんをなんか交通事故のように倒したは倒したものの、追ってくるか。後ろのチーム
アサルトをしっかりと MK 差し込んでくる。いやー苦しい、隠れれそうな場所は多いがちょっとバレてそうですね。ウェリルさんが逃さないか。さあジャンパで逃げるが、逃げる先にはミヤさん、モンスターさん、これは苦しすぎる。さあこの黒の車なんとか逃がしてほしいが、ジュンシャンさんたちがまだまだ追ってくる。えぐいスピードで追ってくる。ワンチャンチリチョグまで使っちゃうか。ただミヤさんとモンスターさんがジュンシャンさんたちに対してアサルトを打ったんで、これで止まりますね。さあどうする、逆に苦しいか。逆にブエリルさんがミヤさんとモンスターさんたちに 1v2 を挑まれている。シュンシャンさんがなんとかカバーしに来る前にビースコントロール、うますぎる、完璧、うますぎる。上の屋根をかけた後に左のボックスを作っておいて、ブエリルさんを誘導して倒していきましたね。完璧なピースコントロール差し込まれて、一旦シュンシャンさんはとどまりますね。いやーユーマさんたち苦しい。サージがいいか。さあここはスプレーで耐えてはいるが、いやー人が減るよりも回復が尽きるのが早そうや。ここは小松さんたちもうますぎる。120をカウンター、なんとか1人落として、あーちょっとあれやな。でもウィッケシーさんが今度はいい位置ですね。すごい外から登ってハイドしてるんで、レイニーさんがクローザーさんを削って、いやーうまい、かなり強いダメージ。ウィッケシーさんがレイニーさんに対してワンモックス勝負、さらに外からはクローザーさんが挟み込もうとしたところをジエンさんもカバーはしたが、さあ大ダメージを先に入れたのはビッケシーさんのデュオですね。さあここで張り替え、さらにワンモックス勝っていく、勝っていったがかなりロー HP。 ここはジエンさんとの 1v1 は一旦逃れたいですね。いやーやはり強い。そしてジエンさんがワンモックス勝負しているところをビッケシーさん、ここは回復を考えずにカバーを考えますね。さあクローザーさんは体力ある。ここは壁一枚勝負、落ち着いている。立ち回り中心のデュオになってるかもしれませんね。ユーマさんのイメージはうますぎる対空、ただここを直乗りしてくる。さあユーマさんたちか、いやーどうやろうな、サージかな。これなんかかなりえげつない直乗り狙ってきたけど反応しましたね。ミニムさん、あのまま対空狙ってたらヤイアンツケボーさんにもしかしたらワンパンはないけど170カットぐらいされてたかもしれないが、今度はやり返していく。うますぎる140カット、レティクルを絞ってもヘッドショットに当てていく。さあ残されたのはユーマさん、ルーキーズも頑張ってほしいが 1v2 はやはり苦しいか。外を目立ってるから、ああ落とされていく。さあライルさんが落とされて 1v1、 やはりちょっと 1v1 の瞬間を拾っていかれたか。さあここでユーマさんに対してミニムさんも狙うが、やはり外からのアサルト嫌ですね、目立ってるやろうからな。うまい80カット、さらに下から、ここは鉄壁張ってはいるものの、さあ階段も取っている、落とし込み、うますぎる、うますぎる。一種のピースコントロール、意外とポイントがまだ伸ばせていない段階なんで、ここで落ちるのはちょっと悲しいが、なんとかスパイダーマンで時間稼いでほしいですね。ただ回数が減っている、残り5回しかない。スパイダーマンこの5回はやはり上りに使いたいですね。アンチがきつすぎる、上りアンチ。さあ資材はゼロの状態で、この上りアンチ左大外を飛んでいければワンチャン入れるか。いやー上がれない、あとはもう撃破としてですね。さあ SMG であと1点、いやーパクられた。ただショットガン当てて、さらにショットガン、弾が出ないがギリギリ出ていく。さあなんとか回復して、さらにここはスパイダーウェブで飛んでいって、間に合った、奇跡の生還すぎる、うますぎる。なんとか間に合って、これ間に合ったらローグラウンドが勝手に落ちていくんで順位ポイントは入れそうですね。ただハイグラからのプレッシャー、あとワンボックスも囲えない。ここは資材がない。テポさん、ルナさんが今ので気づいたか、いや気づいてないですね。一旦落ち着いて、ここはもう時間を過ぎるのを待つしかない。残り8人で6チーム、ほぼ1人ですね。じゃあルナさん、ペポさんがかなり有利か。さあアンチ外に出ることもできない、キャラクターコントロールでなんとか生き残るしかない。さあ飛んで後ろから SMG 腰打ちで差し込んで、いやー倒せない、体力まだありますね。ナイルさんの体力は本当にわずか。いやーここでギリギリハイグラウンド落としていったのはワイルドオークさんのチーム。ワイルドオークさんとフラムさんがハイグラから、いやーこれは有利やな、圧倒的有利。さあ 1v1 が終わった 2v2、 ただルナさんがもう 1hp。 さああとはペポさんも資材がないか、あとはワイルドオークさんとフラムさんが圧倒的有利を有利のまま当てていく。横飛びもしっかりとエイムを外さずに逃さずに倒して、6撃破のミクロイ。さあバイキンさん1人、相手はリルさんと、うまい当てていく。バイキンさんある意味ちょっと単純に頑張って勝ってほしいさあリルさんに対しても、いやーショットが当てたかったが、囲っていったが壁は丁寧に相手囲われないように自分で張りに行きましたね。うまい対処、リルさんしっかりとここは逃げていって一旦落ち着きますね。相手はこのタイミングで 1v1 落とされるのだけが一番危ないからな。
さあ、資材はあと6枚しかない。ハイドでなんとか。ここはバレてないんじゃないか。いい位置にはいる。いい位置にはいる。いやー、ただ建築越しに今透明やったからバレてしまったか。嬉しいですね。さあ、ここでスタート練習ジャンプ打ち。ワンパンはないからな。山さんの体力は一応ワンパン圏内やと思うけど、リルさん、あーでもアンチ外になったからワンチャンこれワンパン圏内に持っていけるかもね、体力。さあ、ただバイキンさんに上手すぎる M。 さらにカウンターワンチャン頑張ってほしい。さあ、 SMG で勝っていけるか。いや、ヘビショ最後当てきれない。惜しすぎる。リフレッシュ、この資材の量になったらもうしたいやろうけど、なかなかする場所が見当たりませんね。アンチは入ってるんで、アンチ落ち。さあ、ここからまだ進行。まあ、進行の方がいいですね。でもスパイダーマンがある分進行の方が多分移動しやすいと思うんで、これはうまいこと。さあ、先端の壁を取ったが、ここどうする。いやー、いいですね。味方もいい。壁を投下させて、このまんまうまいこと相手の進行の後ろ入っていくか。さあ、ここ当てていく。さらにワンボックスピースコントロール倒していく。うますぎる。ここで一撃から取っていく。完璧なピースコントロール。ここで SMG も取って、さらに鉄と木を今取りましたね。まあ、どの道スパイダーマンで飛んではいけるんで、アンチ移動はできるけど、いやー苦しい。ここは SMG でスパイダーマンの糸切られて一旦落ち着いて、さあ、ルナさんでも伸びてきたぞ。残り18チーム。ここから順位ポイントが1順位につき1ポイントずつ入っていきそうな雰囲気もあるんで、さあ、この上りアンチは難しい。いやー苦しい場所。なんとか屋根を打って逃げてはいったものの、削れたダメージが大きすぎる。ここはワンボックス、逃げがうますぎる。なんで逃げれるんだ。さあ、ここで鉄壁も張って一旦落ち着きましたね。すごいな、今ので上に逃げる判断早かったですね。ただここ上がるタイミングでちょっとまたフォーカスもらって、なんとか上がれてはいるが、いやー体力がない。引っかかって戻りアンチを引いていく。戻りアンチ選ばれている。さあ、あとはどこまで粘れるか。もう資材はない、体力もない。アンチには疲れない。スパイダーマンもちょっと怖いですね。アンチに触れただけで終わるんで。さあ、どうだ。ローグラウンド意外とすんなり歩けそうな雰囲気はあるが、まだ15チーム残っている。後ろから差し込んでいきたいが、相手は体力がある。 SMG 押し込んでいく。さらに資材はそんなに多くはないが倒していく。撃破も取れて体力も増えたぞ。さらにプラスでデカポも拾えたか。いや、資材が増えない、なんでだ。さあ、ここはちょっと行く場所がまたなくなったか。アンチ移動いいですね。でもうまいこと相手の視線をかいくぐりながら資材ゼロでも移動していけると。さあ、さらに下、ここはちょっとまた重なったが、後ろから SMG 入り込みたい。入り込んできてほしい。上から行く、横からではなく上から。選択肢がうますぎる。どこまで行けるんだ、レナさんは。さあ、残りは100の資材。100の資材多いように見える。資材ゼロであんだけ戦えるんだったら多いように見えるぞ。どこまで行くんだ。残りは10チーム、12名。いや、ほとんどやっぱりソロになってきますね。ほとんどのチームがデュオではなくソロの状態。資材はなくなった。このワンボックスが最後の戦線。いやー苦しい。ハイグラウンド、さすがにハイグラから撃たれると苦しいか。いやー、これはけどベストですね。うますぎる。さあ、ハイグラウンドはロシアのチーム、スイジーさんとトゥーさん。いやー、やっぱり物資をうまいこと使ってますね。スイジーさんが8撃か、えぐいな。12撃かぐらい取ったら全然賞金圏内どころか1位まで伸びる可能性もありますね。ルナさん、さっきライルさんを倒してるんで、現在1位のポイント帯のチームが落ちてるからな。残りは4チームでスイジーさんたちが2なんで、あとは 1v1v1 ですね。さあ、ここで1落ちて、ここでショットガンを外さない。 1v1、 ここもしっかり味方のトゥースさんが落として、ゼロの状態で勝負するのか。さあ、もうエンド勝負でいくしかない。さあ、ここで入り込んでいく。ミヤさん、モンスターさん、パッドデュオに対してワンボックス勝負を挑んで、さあ、間に合うか。キャベツパニカル。さあ、ここで倒していく。ミヤさん倒して、後ろから来るモンスターさんを振り向きで気づいていけるか。いやー、資材は取れていない。発殺入って裁縫マッツ取れた。触れたは触れた。ワンボックスは囲いますね。レイムさん持ってされて、さらにワンボックス、これはちょっと不運か。綺麗に入り込まれて、スイジーさんと、どうだ、スイジーさんとテイスさんあるぞ。ここのマッチでリクロイ取れれば、ここのデュオがワンチャン1位まで返り咲けるんじゃないか。今1位は落ちている。あとは2位のゴマさんたちも、いや、生きている。瀬古様さんとゴマさんのチームが生きてますね。さあ、どちらが勝つか。瀬古様さんチームがどこまで伸びるか。スイジーさんたちがリクロイすれば変わるかな、どうやろな。さあ、ここで1位か。ああ、瀬古様さんが落ちていく。1位と2位が落ちた。さあ、あとはスイジーさん、トゥーさん、ロシアのアルバージャのデュオが、いやー落下ダウンで、さらに2撃破か。いや、今のは1撃破。ただ味方も1撃破取ってますね。さあ、ハイグラ勝負。縦積みの試合は相手がまずは上に行きましたね。ただこちらはチリチャグもあれば回復物がたんまりあるんで、しっかりと2人で上を狙っていけるか。高さかなりありますね。でもここ
ここはスパイダーマン持ってないんで、できればちょっと下げたいですね。セカンドハイを下げて、下げてからハイグラ勝負を狙っていきたい。さあエスカベ置いて乙女さんも倒していく。 SMG を全て当てていく。残りは6名4チーム。ハイグラはトゥースさんが取ってると思うんで 2v1v1v2 か。さあここでユーマさんも仕留め落ちましたね。さああとはデスウェさん、ジョジャさんとファイジーさんとフォーティックさん。ファイジーさんが1人か。全員ロシア強すぎる珍しいっちゃ珍しいか。アジア大会ロシアもやはり強い。全員ロシアのチームですね。さあここで 2v2、 ジョジャさん、デスウェさんとスウェジーさんとさん両方とも賞金圏内の、すでに5マッチ目段階では賞金圏内のデュオ。ワンチャン勝ったデュオがアジア1あるのか。さあジョジャさんたちがなんとかスパイダーマンでハイグラ取りに行こうとするが、スイージーさんたちのエムルクがいい。さあ勝負にかける。一旦下に下がるが、ここは出てきたところを逃さない。プラスでトゥースさんも落として銃撃破のビクロイでアルバージアが勝っていく。なんと逆転やはり最後が大きすぎる。1位1位だもんな。いやすごいな、銃撃破の1位1位で返り咲いていったのはアルバージアデュオ、トゥースさんとスイージーさん。しかも降りてる場所は新しい場所、グラトーセカンド、ネオグラトーの場所ですね。やはり新しい場所は強いですね